はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、明日17日から23日までのやるべきことイベントガチ予想をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。早速毎週恒例の今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。投手がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの入れ替えはありません。超プロ野球ウルトラで高橋選手が当たったため、正午でミート A を決めて佐野選手と入れ替えるか検討中となっています。入れ替えはレベリングが完了した時点での状況によるでしょう。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきます。チームスピリッツが 91,328、 最大コンボ上昇量が 9,656 となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。週の頭の出だしが悪く3桁順位で推移していました。ここからはベストナインが登場し苦戦が予想されるので、覇王から落ちないように気をつけたいと思います。とりあえずベストナイン第1弾が勝負となるでしょう。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて明日からやるべきことイベント勝ち予想の方に入っていきます。まず明日17日月曜日、イベント更新前にやるべきことチャレンジカップを進めておきましょう。今来ているイベントピースを狙いではスタミナの使い道が自由となっています。おそらくイベント更新後もチャレンジカップをやるタイミングはありますが、イベントに絶対はないのでチャレンジカップを進めておくのがいいでしょう。続いて17日月曜日にやるべきこと2つ目、今来ているイベントピースを狙いの最終日となりますので、ピースの下で球団指定ボックスを交換し余りが出ないようにカードを完成させていきましょう。ちなみに撮影している土曜日時点、今のところ自然回復で進めている自分のイベント進捗状況としては累計ピース報酬がこちら、カード完成報酬の方がこちらとなっています。進みの目安としたい方は参考にしてください。続いて17日月曜日のガチャ予想1つ目、イベントガチャの更新が重なり27日のメンテナンスまで10日間あるということで、ガチャ期間10日間のベストナインが有力でしょう。ベストナインの組み合わせ予想に関しては過去の動画で上げていますので、こちらの方をご覧ください。ただ組み合わせに関してはどうなってもおかしくはないので、ベストナイン登場選手で最強格の選手を何人か紹介していきます。まずは巨人坂本選手、デフォルトミパエ同値となっており、ミートパワーの全てのコンボに絡めるのでリーグ的に最強と言えるでしょう。守備の方はショート適正 B となっており、特殊能力の方に広角打法も持っています。ポジションがショートということでリアタイでも欠かせない選手になるでしょう。続いて中日ビシエロ選手、ベストナインではデフォルトミパエ同値となるのでリーグ的にかなり強くなるでしょう。守備の方もファースト適正 B となっており、特殊能力の方に超広角打法も持っています。攻守ともに文句のつけようがないのでリアタイのスタメンで使いたい選手でしょう。続いて中日柳選手、デフォルトオール A となっており、9位スタミナ同値となっています。総合で全同値も狙えるためリーグ的にかなり強いと言えるでしょう。球種の方は7球種となっており、 B 以上の球種が3つとなっています。シンカー方向の投げ分けに加えて特殊能力に対ピンチコントロールを持っているため、うまく使えばリアタイでも強いでしょう。続いてオリックス山本選手、デフォルトオール A となっており、9位スタミナ85の同値となっています。限界突破で中継ぎも可能となっており、 B 以上の球種も5つ持っているのでリーグへの貢献がでかいでしょう。またリア対面に関してもツーシームスプリット、高速スライダーカットの組み合わせを持っており、特殊能力に対強打者を持っているため強いと思います。続いてソフトバンク柳田選手、デフォルトミパエ同値となっており、弾道アーチストとなっています。リーグリアタイともに最強格の選手と言えるでしょう。守備の方はセンター適正 B となっており、限界突破でライトレフトが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。ベストラインの目玉選手は以上です。続いて17日月曜日のガチャ予想2つ目、ポジション追加のガチャが来るでしょう。ベストナイン登場日ではありますが、昨年もベストナイン登場と同時にポジション追加があったので、今年もあるのが有力だと思います。ここで直近できているポジション追加のガチャを見てみましょう。12月15日からドラフトスカウト、1月7日からグレードアップスカウト、12日から戦力強化スカウト、14日から超次チーム S 狙い撃ちスカウトとなっています。予想としてはグレードアップスカウトで先発の追加と予想します。野手との同時追加もあり得るでしょう。続いて17日月曜日のイベント予想、この日にベストナイン登場と予想されるため1週間イベントが有力でしょう。また1週間イベントでも6日間だと終了日が土日に重なってしまうので7日間イベントが有力だと思います。ベストナインでは覚醒系イベントに絡ませてくることもあるので、それを含めて見ていきます。
ここで覚醒系イベントを含む直近できていない1週間イベントを見てみましょう。9月8日からプロスピタワー、10月7日からプロスピ交流戦、13日からプロスピパーク、19日からスカウティング9、29日から俺の救助飯、11月8日から対決カーニバル、15日からスターロードとなっています。予想としては本命がプロスピタワー、対抗がプロスピパーク、大穴がスカウティング9とさせていただきます。プロスピ交流戦は6日間イベントかつ事前告知がなかったのでないでしょう。覚醒系イベントが有力だと思います。続いて19日水曜日からやるべきこと、スピリーグ応援大会のページが更新されるので日本一になる球団を予想するようにしていきましょう。ついにスピリーグでも日本シリーズに入り、報酬の配分もかなり大きめとなっています。今ご覧いただいている通り、応援したチームが日本シリーズで優勝すると10エナジーも獲得できますので真剣に予想するようにしてください。続いて20日木曜日から始まること、マンスリー感謝祭が開始となり、1日1回プレゼントスカウトが引けるようになります。期間内に毎日引いていけば合計7回引けることになりますので忘れずに引いていきましょう。ただガチャの確率としてはゴールド契約書の確率と変わりませんので期待はしすぎないようにしてください。続いて21日金曜日のガチャ予想、ベストライン登場中に何もガチャ更新がないのは考えづらいので、バリュースカウトもしくは他の小さなスカウトを登場させてくるでしょう。ポジション追加に関しては追加してしまうとベストラインのガチャ確率が変わってしまうので、この日の追加は考えづらくなっています。続いて22日土曜日、23日日曜日にやるべきこと、スピリーグの動画視聴キャンペーンがありますので忘れずにエナジーを回収してください。1回アプリ内から動画視聴サイトへ飛んでいただければエナジー獲得可能となっています。日本シリーズということでちょっぴり豪華なキャンペーン報酬に期待したいところです。明日17日から23日までのやるべきこと、イベントガチャ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は待ちに待ったベストナイン&タイトルホルダーの登場が期待できるということで楽しみな1週間になると思います。更新を楽しみに待っていきましょう。この情報が良かった方、ベストナインの累計の契約書で神引きをしたい方はぜひ高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。続いてその後の日程に関してです。軽くまとめるとご覧の通りとなっています。予定通り17日にベストナインが登場すればガチャの終了日とイベントの終了日が3日間ずれるので、24日からつなぎイベントを挟み、27日からメンテナンスを実施、メンテナンス後は OB の登場と予想します。また27日からはスピちゃん予選も始まりますので、リアタイ勢にとっては勝負の週となるでしょう。あくまで日程は現時点での予想ですので、今週の更新を見た上で来週詳しく予想の方をさせていただきます。来週のやるべきこと動画もぜひ見に来てください。ちなみに現時点で自分が組もうと思っているスピちゃん予選のオーダーはこちらです。野手の方は佐野選手が最近お気に入りではありましたが、アーティストの外選手をスタメンで使った方が得点効率が上がると判断したので入れ替えを実施しました。佐野選手、宮崎選手の超アベレージヒッターコンビの代打で勝負どころの一本を打ちたいと思います。プルヒの坂本選手は妥協して代打なしで1試合任せる予定です。打順の方はこんな感じで、一番起用していた山田選手の打順を下げています。またキャッチャーの小林選手のところで代打を起用する予定です。野手の方は問題なく戦える戦力は揃っているのかなと思っています。そして投手の方はこちらとなります。有原選手、山本選手の2枚の先発が不安ではありますが、とりあえず最初はこれでいこうと思っています。あまりにも試合を作れないようであれば石川選手を先発に回し何とかする予定です。藤川選手もおらず、今年はだいぶ厳しい戦いになるとは思いますが最善は尽くしたいと思っています。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はイベント更新日ということでイベント攻略動画を出す予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。